あの今度さ、はいはいはい、関西電気保安協会がさ初めて家に点検組んねんけど、はいはい、ちょっと初めてやから練習しとこうと思って保安協会の人やってもらっていい？お前保安協会なめてんのかお前。え、保安協会の職員さんになろう思ったらな、電気工事士とか電気主任技術者みたいな資格山盛りんねんぞお前。めっちゃ詳しいよ。難しいやつが。あ、そうなの。簡単になれるかお前。じゃあ、 あのフリーでいいから。あ、フリーやったよ。あ、いける。さっき言った。あ、ほなちょっと頼む。いきます、はい、うん、ピンポーン。はいはい。アースつけてますか？関西電気保安協会。はい、じゃあこんな最新ゲーム機は嫌だ。5000億円する。高っ。嫌やわそんな。じゃあ次他ある人。はい、じゃあ次どうぞ。コンセントが変色してしまっている。あー、まあ嫌かな。嫌、うん、かもしれへん。お前なんやねんあの大喜利。いつまで保安協会の人すんねん。電気のことしか考えてんの。危ないから。関西電気保安協会。本日お邪魔するのはこちらのお家。うわー、素敵なお家ですね。え、あいつピンの仕事始めてる。アースもちゃんとついてますね。よし、どういう芸風。もうれっきとした保安協会の方や。感震ブレーカーもついてますね。これで地震の時も安心ですね。よし。なおかつめっちゃ世間に受け入れられとるやん。せーの、よし。関西電気保安協会。応援してます。点検頑張ってください。マネージャーがな、一回東京で勝負してみひんかって。私滋賀より東には行けないので。まあそんな気はしとったけど、もう俺ら別々の道進んだ方がええんちゃうかな。電気にはプラスとマイナスがあるんです。どちらか片方では電気にはなれません。お前、その電気は想定しないところに流れるのが漏電といって。え、何の話。もうええわ、やめさせてもらおう。関西電気保安協会。なんちゅうかあれやな、これがお互いのためやろ。俺は東京で一発当てる、お前は関西で電気の安全を守る。うん、それがええ。いやー、ほんま楽しかったで。誰？え？久しぶり。ごめんやねいきなり。お前戻ったんか。だってあれからいろいろ考えてんけど、やっぱりお前と漫才してる時が一番自分らしくおれたなと思って。もしお前さえよければもう一回俺と漫才してくれ。聞いてる？おいおい、なあ。関西電気保安協会。今回もよろしくお願いします。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 あの今度さ、はい、関西電気保安協会が家に点検組んでる。あ、そうなの。お前保安協会なめとんか。お前お前な、保安協会になろう思ったらな、お前な電気技術者もするんだって。え、いや、なんで俺らなの。まあ最初はな、なんで僕らなの。ですね、でもだから東がもともと電気工事やってたから、うん、そうそうそう、それかなと思ったら、うん、そう、もうそれでもない。ことも別に多分。え、じゃあなんでなんで。まだ知らんのちゃう。いや、知らんけど。知らんと思う。知らんと思う。でもなんでなんやろって。いや、ありがたい。ありがたいですね。嬉しいですね。どうもー。緊張した。あれの撮影がほんま多分めっちゃ緊張しましたね。いやー緊張したな。もうエキストラさんというかね、お客さんのね、おるし新ネタやし。
そう、これのために作らせていただいて、ありがたいけどね、はい、もちろんそれを他のお客さんの前でほんまにやったことない。そうだから東はそこが一着緊張してたから、一話の撮影より余裕でいっぱい噛んでた。そう一話の演技の時は全然いけてたのに、ほんまの素のダブル東として漫才始まった瞬間、ポン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 。今度さ、はいはいはい、関西電気保安協会が家に点検来るの。ああそうなんや。ちょっと初めてやから練習したいなと思って、うんうん、だから保安協会付近やってもらって、もう一回いいですか。ローデンタコ足 No No No、 誰かがやらなきゃ、誰かがやらなきゃ、誰がやるのかわしらやろ。関西電気保安協会、よろしくお願いします。マジで だからそのもちろんそういうの出たことないし、たぶんでもなんかすごい堂々と俺よりリラックスしてますか。確かにアース吹いてますかとか、ええ、ま、めっちゃいい間で言っても監督もオーケー言ってた、オーケーオーケー、はい、アースつけてますか。めっちゃ落ち着いてやってはったしかたん でこれから今から仕事って言ってたんでその人、この後仕事あるんです、点検あんねや。そう点検行くって言って、大変やなって。で前は前は人が変わんねやろ。そうだ、俺あの人はもう一回ここで寂しいね、めっちゃ寂しいめっちゃ寂しい、ほんと寂しいよね。そういろんな出会いがそうあるんで嬉しいですね。それじゃあちょっとこれ収録用の大喜利やります。はい、で記者の皆さん、スタッフの皆さん、面白かったら笑ってください。はい、それでは、大喜利のコーナー参りたいと思います。拍手お願いします。ありがとうございます。さあ、こんな最新ゲーム機は嫌だ、どんなの。あ、エース早かった、エース。ゾウくらいでかい。どういうことだ、むちゃくちゃでかいってこと。こんな最新ゲーム機は嫌だ、どんなのね、いろいろ最新のゲームありますけど。あ、じゃあ行きましょう、おりよし、いきよし、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。こんな最新ゲーム機は嫌だ、どんなの、東。十字キーしかない。じゃあ、こんな最新ゲーム機は嫌だ、どんなの。狙い撃ちですね。おやすみって何なんですか。人の国どうなってるんですか。勝手なこと言ってるの分かってる。でももしお前がよかったら、もう一回俺と漫才してほしい。お疲れ様です。ありがとうございます。一瞬で終わりました。いや、ほんま楽しかったで。カット。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。寂しい。あ、いや、すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。いや、すごいね、魅力的なストーリーで、もうちょっと涙もありました。あ、ほんま涙あり。あ、そうなの。俺は僕がどうなるのマジで。あ、そう、俺も一視聴者だ。めっちゃおもろい。ほんまほんまにどうなっていくのか、続きが気になるような、なるほどね、はい、動画になってますので、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思います。今年の関西電気保安協会の動画もぜひお楽しみください。楽しみ。